はい、今回も、FDR-AX700 の、ちょっと動画になります。こちらのね、AX700、非常にいいカメラなんですけど、画角が狭い僕的にはね、画角が 29mm から始まるっていうことで、画角が少し狭いということで、こんな、レンズ、ワイドコンバージョンレンズっていうのを買ってみました。はい、こちらですね。はい。で、開けると、まあ、説明書入ってるんですけど、今回は JTT オンラインさんのマイレンズっていう 62mm っていうやつを買いました。で、ワイドコンバージョンレンズ、薄型って書いてありますね。で、一応ビデオカメラ用みたいな感じになってるみたいです。はい、こんな感じですね。の説明書と、はい、これが本体ですね。で、ワイドコンバージョンレンズってどういうものかっていうと、これレンズの前に取り付けて、ちょっと画角を広く見せるってやつなんですけど、今 29mm なんで、これが 0.7倍みたいな、0.7 倍みたいな感じになるので、そうですね。画角的には 20mm、約 20mm ぐらいの画角になるっていうレンズです。で、こちらの方。はい。と、裏蓋を外して、こんな感じですね。こうちょっとなんか、ここからでも歪んで見えますよね。はい、こんな感じになってます。で、これを、こちらの方につけていくと。で、フィルター径が 62mm なので、ぴったり合うんですけど、こちらの方ね、FDR-AX700 のフィルター径が 62mm で、こっちも 62mm ということで、ぴったりはまるんですよ。じゃあ、他のレンズ、AX45 だったりっていうのは 55mm、フィルター径が 55mm だったりするんで、そのためにこう、ステップアップリングも3つ、3種類ついてました。で、1つが 52mm と 55mm と 58mm ですね。はい、この3つの、ダウンコンバートするのかな？はい。する、ステップアップリングっていうのもついてました。で、中身は以上ですね。はい。こんな感じでやってみました。で、どれぐらいの画角になるかっていうのがね、実際作例撮ってきましたんで、見てみてください。と言います。はい、いかがだったでしょうか。結構ね、違いますよね、外角がね、だいぶ広くなって。いい感じで撮れてると思うんですけど、まあ、若干ね、周囲の方を見てもらうとわかると思うんですけど、ちょっとぼやぼやっとした感じで解像感が落ちてますよね。はい、その辺はちょっと問題っちゃ問題なんですけど、まあ、あんまり気にしなくても、まあ、とりあえず映ってるっていうことで、まあ、僕は許容範囲としました。あとですね、こちらの方ですね、AX45 につけた場合、空間転向眼区手ブレ補正、が、聞く、あるんですけど、説明書なんかにもあるように、ケラレが発生した場合というのが書いてありまして、どんな感じになるのかという空間光学テーブル補正っていうのが、やっぱりケラレが出やすいんですね。なので、そのあたりもちょっと試し撮りで撮ってきました。いかがだったでしょうか。ケラレ結構出ますよね。で、こいつを、解決するためには、こちらにも書いてあるんですけど、まず、空間光学テーブル補正の機能をオフにする。で、オフにした上で、ケラレが消えるまでズームするっていう方法になって解決するらしいです。で、その辺も撮ってきたんで、ちょっと見てみてください。
はい、いかがだったでしょうか。FDR-AX45 につけると19ミリぐらいの画角になるんですけど、蹴られてしまうんでね、ちょっと画角が狭くなるじゃないですか。で、プラス、手ブレ補正が全く効かなくなるみたいな感じになるので、ちょっと AX45 で関しては、まあ、運用することってあんまりないんじゃないかなって。まあ、三脚とかに据え付けて使うとか、まあ、テーブルトークで使うとか、まあ、そんな感じで使うぐらいしかないのかなっていう感じですね。あと、ワイドコンバージョンレンズの弱点なんですけど、ズームをするとピントがずれるっていう問題があるんですね。で、その辺のも、撮ってきたんで、ちょっと見てみてください。すぐにご案内できます。船内のベンチシートをゆったりと使っていただけます。いかがだったでしょうか。結構ね、ズームちょっとしたらピントがずれてきますよね。その前にピントがずれる前にもボヤボヤっとずれたり、はい、する感じなんで、ちょっとズームは気をつけた方がいいですね。で、運用方法なんですけど、これつけたことによって20ミリの画角って結構使いやすい画角になるので、旅カメラでも使えるんじゃないかなって思います。で、手ブレ補正弱いとは言っても、AX45 に比べてね、で、弱いとは言っても、ワイドタンっていうのは、あんまりブレてるようには見えないっていう特性があるので、まあこれって十分旅カメラとして使えるんじゃないかなって、まだ運用してないんですけどね、旅カメラとしては。まあ使えるんじゃないかなって思いました。AX45 に関しては、ちょっとね、ああいう蹴られの問題が出てくるので、ちょっと使えないかなとは思うんですけど、まあ、なんか、ライブ撮影とかでちょっと固定するとか、三脚とかにね、そういう時は使えると思うんで、まあ、その時に使ってみようかなって、まあ、思ってます。まあ、あんまり使わないですね。はい。で、いかがだったでしょうか。で、このワイドコンバージョンレンズなんですけど、値段がかなり安いんですよ。Amazon で3980円でした。かなり安くて、僕前にね、この AX700 の、ワイドコンバージョンレンズを探してる時に2万円ぐらいしてたんですかね。結構高い、お高いな、みたいな感じだったんですけど、今回3980円のやつ、を見つけて、まあちょっと本当にいいのか悪いのか分かんないんですけど、まあお試し3980円だったらね、もう試せるかなと思って試し買いみたいなのがしてみましたけど、ああ良かったですねこれで。 K も62ミリってことで、もうこれに合わせて作ったようなマイコンじゃないかなって感じでした。蹴られることもないし、はい、なので本当買って良かったです。で、こちらのね、ワイドコンバージョンレンズのリンクなんですけど、Amazon のリンクなんですけど、概要欄に貼っておきますので、まあ、チェックし、よかったらチェックしてみてください。で、今回は、ワイドコンバージョンレンズの紹介でした。